4月2日から河わ由美、坂東堂太主演のドラマ、ルートが始まりました。本作はメディアミックス作品で、2021年のアニメで人気を博した、オットタクシーのプロジェクト。なので、タイトルも、ルートオブオットタクシーの頭文字を取って、ルートになっています。では、ドラマ、ルートは、アニメ、オットタクシーのご実談に当たるような物語なのかというと、そうではありません。すでに1年前の2023年4月からウェブ連載している漫画版、ルートでは、 オットタクシーの物語を異なる登場人物の視点で再構成したものになっています。新しい視聴者も作品の魅力が楽しめますし、すでにオットタクシーを見ている人も物語を裏側から楽しめるような設計を目指しているのでしょう。オットタクシーは現代日本を舞台にしたオフビートな犯罪ドラマ。主人公の個人タクシー運転手オドガワは41歳ですが、家族のいない天外孤独のみ。極力他人と関わることを避けていますが、タクシー運転手として偶然、 練馬区女子高生失踪事件に巻き込まれることになり、以降犯罪ドラマの中心になってしまいます。で、このオドガワは遠征的な人間嫌いなのですが、タクシー運転手なので、乗客と乾いたやり取りをしていて結構笑える。タランティーノのカルプ、フィクションやレザボア、ドックスのような会話がアニメの中心にあり、結構笑えるわけです。また、オドガワが背打ちのような外見をしているように、 こうした会話主体の犯罪ドラマが可愛い動物キャラたちによって演じられているのが本作の絵的な魅力であるとともに物語として最大の仕掛けになっています。練馬区女子高生失踪事件の謎、さらには信頼できない語り手である小戸川の謎からアニメは一種の考察アニメになっており、SNS で大きな口コミを呼んだというわけです。ただし、考察アニメだからといって煙に巻かれることはなく、 こうした謎は最終話ですべて解き明かされます。ある意味余白のない作品です。これは映画版のオットタクシーインザ・ウッズにも言え、映画版は一見総集編ですが、アニメオットタクシーを再編集した映画なのに、アニメオットタクシーを見ていることが前提となっており、新しい観客を呼び込む総集編アニメとしては失敗しています。どのような内容なのかというと、オットタクシーの物語がすべて終わった後から、ある人物たちが、 事件の関係者にインタビューをする体裁をとっています。インザウッズとは、芥川龍之介の、やぶの中、黒沢明、羅生門とのこと。ただ、一つの事件が複数の相棒を持っているといった内容にはなっていません。もちろん、事件について嘘をついているものはいますが、観客は、夫タクシーを見ていることが前提なので、一つの事件として提示されます。で、長々と映画版の、夫タクシーインザウッズまで説明したのは、この、インザ ウッズが、ルートの主人公たちの視点だからです。つまり、夫タクシーの登場人物にインタビューしているのが、ルートの探偵、レナ川井由美と佐藤坂東亮太。時系列だと、ルートの後に、イン、ザ、ウッズがあるわけです。元のアニメでは、主人公の小戸川篠原厚は、タクシードライバーという職業から事件に巻き込まれましたが、レナと佐藤は探偵として、19歳ながらこなれた探偵感のあるレナと、ポンコツ新人ながら強運の持ち主の佐藤が、バディを組んで、 銀行員の浮気調査に当たっていました。よくある退屈な事件ですが、そうした事件から、練馬区女子高生失踪事件に巻き込まれ、さらには探偵としてタクシードライバーをド川を調査することになります。ホットタクシー自体は、可愛い動物たちがオフビートな犯罪ドラマをしているところに最大の仕掛けがあったと述べましたが、では、実写のドラマはどうでしょうか。もちろん、始まったばかりなので、単に個人の期待でしかありませんが、ここで期待したいのは、 アニメとは逆のエモさです。ちょうど可愛いミが出演した不適切にも程があるにも過度に考察や伏線を気にした作品を腐すような場面がありましたが、アニメ版のような考察作品は SN、SNS で大きな話題を起こす一方、作品の需要を非常に限られたものにしてしまいます。どうしても、わざわざ考察を見るような人間と、そうでない人間に壁を作ってしまうからです。ドラマ、ルートはネットフリックスで全世界配信するわけで、そうした狭いクラスターを意識すると、 逆に世界に届きません。傑作は、伏線も小ネタがなくても傑作。監督は、花と雨の土屋隆史が手掛けるそうですが、レナや佐藤、小戸川たちのキャラとしての魅力や、彼らが住む東京の枯れたエモさに全振りしても良いのではないでしょうか。ちょうど、ルートの舞台は、日本人がクールジャパンとしてアピールする、東京と大きく異なっており、まさに、外国人が見たい東京。キャバクラや居酒屋がひしめき合う、ネオン輝く夜に働く。 探偵やタクシードライバーです。ロスト、イン、トランスレーション。最近だと東京バイスのような海外が見たいホットな街を描くことができるのではないでしょうか。このチャンネルではコンテンツ探偵メタが新しい個展を取り上げています。一般的な動画チャンネルでは作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は 動画更新のモチベーションになりますので、よろしくお願いいたします。